はい皆さんこんばんはアンサー MC の宮永伊都です、えー、この番組アンサーはですね、えー、業界でさまざまな答えを持ったゲストをお呼びしてその中で答えのその先っていうのを出していく番組になっております、えー、未来を導き出していこうという番組です今回はですね第2回目ということで美容師の働き方4.0というテーマで行っていきます最近はですねインターネットや SNS の普及もあってですね、えー、昨年美容業界かなり加速したんじゃないかなというふうに思いました。 その中でホットワードだったのがフリーランスと独立っていうのがまあ僕もかなり聞いたワードだったんですけどもその中で選択肢としてですね代表する三社のトップをお呼びして対談をしていきたいなというふうに思っています本日は皆さんよろしくお願いいたしますお願いします、はい、よろしくお願いします,ししますじゃあお一人ずつえっとご紹介させていただければと思うんですけども、えー、一番手前からゴーツレシェアサロンの大池さんですねはい、はい、えー 都内大手サロンにて9年間勤めた後、ち、2016年1月よりフルイランスで転身されました。脱美容師をテーマにシェアサロンを運営されて、IT ベンチャーへの参画なども幅広い活動を続けてられています。よろしくお願いします。お願いします。まあゴツデーはあのかなり店舗数も多くなってきて、まあ皆さん知ってるんじゃないかなというふうに思います。はい、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、でお隣湯葉さんですね。 グランストーリープロデューサーでありリアン美容室のオーナーさんであります、えー、都内大手サロンを5年間勤めた後25歳で独立代官、えー、山にプライベートサロンをオープンされていますはい、はい、でその2年前にですねシェアリングサロングランストーリーのプロデューサーとして就任して今美容師の働き方改革に力を入れてらっしゃるということではい、はい、よろしくお願いします、はいよろししくお願いしますす先ほどど僕もグランストトーーリーさんんの,あのサイト見たんですけど、はい、かなり… 多様な働き方というか、はい、いろんな方いらっしゃるなという印象だったので、はい、あのそこら辺もお話伺えればなと思います。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でえー、っとザサロンズの高原さんですね。はいはい、高原さんも、えー、ハピルおうちサロンというご自身のサロンも持ちつつ、フリーランス美容師でありながらザサロンズの取締役をされています。 サロンズはですね定額料金で完全個室型のサロンが開業できる今までにないローリスク独立開業支援サービスというのを運営されています。でえー、とフリーランスの美容師さんとしても原宿表参道浦和長野韓国でもフリーランス美容師として活動されているということで、はい、さらにまあ新百合ヶ丘に子連れでも安心して買える美容室、えー、ハピーおうちサロンも開業されてかなりいろんなことされてる美容師さんだなと。 いうことでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さ、サロンズさんもあの僕も最近すごい話聞くので、あのあい,いろんな話聞けるのを楽しみにします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今回はですね、あの美容師の働き方4.0、2020年の美容業界ということで,ですね、三つのトークテーマを取り上げて話をしていきたいなと思っております。えー、フリップお願いします。はい。一つ目はですね、働き方が変わるとまるまるが変わる。 二個目が個人で勝つには圧倒的丸々力。三つ目がフリーランスの丸々はどこなの？というところで、一個目のテーマに入っていきたいと思います。働き方が変わると丸々が変わる。これユバさんからいただいたテーマなんですけども、大、はい、池さんこれ丸々なんだと思いますか？なんですかね。<laughs> <laughs> ちなみに今日ちょっとこの生配信でめっちゃ緊張してたんですけど。<laughs> あの冒頭でエイドくが噛んでくれてめちゃくちゃ噛みましたね僕 <laughs> <laughs> すごいあの肩の力が今抜けてあえて噛んでくれたのかなと思って <laughs> あえて、はい、噛みました感謝してます働き方が変わるとまるまるとなんですかね性格が変わるとかああなるほどうんちょっと優しくなっちゃうみたいな <laughs> 働き方変わったことでとゆばさんアンサーをよろしくお願いします まあ、自分の、えっ、ー、と、使える時間が変わっていくってことですよね。自分の時間が変わるというところで、はいはい、まあ、これは湯葉さんがあのご自身も現場でフリーランス美容師さんされてる。はい、プラス、はい、あの現場を統括しているマネージャーとして、はい、まあ、いろんな目線で感じることだと思うんですけども。はい、これ具体的にどういうふうな感じで、自分の時間って変わってるなっていう印象なんですか。まあ、もともと、僕もあの、おもてさんどの方で、美容師さんで働いている時は。 あのまあサロンで勤めて何時に出勤して何時に帰ってっていうのがまあ当たり前のルーティーンだったんですけどまあフリーランスで働くようになってまあ自分であの時間をコントロールできるようになってからはまあお客様いる時はもちろん働くんですけどあの空いてる時間にちょっと違うえ打ち合わせを入れたりとかちょっと大事な友達とお茶したりとかまあそういうことができるようになったりとか。ああそこから僕はまあ結婚もして 子供も、あの、できてから、子供と、あの、なですかね、使える時間とかも、すごく増えたっていうのが、すごく大きくて。それはめちゃくちゃ、はい、いいですよね。はい、まあ、じゃ、あより、自分のこう、スケジュールの優先度っていうのが、上がったっていう感じなんですかね。はい、そうですね。あの、自分でね、あの、使える時間が増えたっていうのは、すごく大きいですね。はい。特になんか、こう、フリーランスの美容師さんを、外野から見てると、はいうん、すごい、そういうふうな。 自分のの時間っっててていいうががすごい増えてる印象あ今 SNS のストーリーとかでもいろんな美容さん横のつながりで見るじゃないですか、うんはい、その中で圧倒的にそういったフリーランスで働いてる方っていうのがランチも取れてたりとか、うん、そういうお池さんのストーリーではあのお子さんのストーリーめちゃくちゃ上がってたりとか、うん、まあかなりね <laughs> 情報が入るんで羨ましがられると思うんですよね。はい、でそういった中でこう 美容師さんってどういった部分が一番羨ましがられてんるのかなっていうところで大池さんはなんか徹底してることとかってありますかそのサロン内で美容師としてお客様との距離がこうフリーランスになったきっかけですごく近くなったので。うんうん 前は結構格好つけてたんですけど格好つけなくなったというかなるほどいい意味で格好も変わりましたし勤めていたときはネクタイしたりとかシャツ着なきゃいけない結構決まりがあってそれ、いいバリじゃなくてでも自分着たいのは T シャツなんだよなみたいな白い T シャツ着たいなみたいな感じで自然体で入れることでお客様もそれ感じてくれるのですごい自然体ですねとか。 顔色良くなりましたねみたいな言われて、なんかこうやってお客様に伝わるんだなと思ったんで、なんか格好つけなくなってあ、あ、自然体でいいかなみたいな、なるほど。いうのはすごい意識というか自然とそうなりました。なるほど。はい、じゃあ時間だけじゃなくてこうスタイルも変わっていったってことですね。うんうん、そうですね。なんかお客さんとかってどうなんですかこう今までななんていうんですかね。 サロンが集客してくれて、うん、でそこに対してこうフリーのお客さんとかに入っていくみたいなスタンスだったと思うんですけど多分こう、個人で集客していくっていうかマッチングみたいなのが起こって集客していくじゃないですかそういうところって皆さん所属されているサロンあの、えー、と美容師さんはどういうふうに集客とかしてますか高原さんう うちのザサロズの、皆さんたちは、皆さん。やっぱり、その。S. N. S. で発信しているというか。やっぱ、そこなんですね。そうですよね、やっぱり。うん、次のちょっと議題になっちゃうかもしれないですけど。ええ、全然大丈夫ですよ。うん、そうですね、やっぱり。皆さん、自分たちで、発信して、今はもう美容室。ではなくて。あの、人についてる時代。 だと思うのでやっぱり皆さんがこう自分の得意分野を磨いて発信してっていう感じで皆さん SNS で、ね、あのお客さんを集客してるっていうイメージが強いですかね、うん、そうですよね。うん、なんかこうすごい個人個人がすごい集まってるわけじゃないですか。で、まあ、自分の自由の時間も増えて、まあ、出勤する時間も違えば退勤する時間も違うみたいな中で、うん、人間関係とか僕すごい気になるんですよ。 でな,なんて言うんですかねあの個人の集団だとなんかどうもうまくいってるのかなみたいなところが多分フリーランスじゃない美容師さんからしたらちょっとと心配だと思うんですよフリーランスの方々の人間関係ってど,どんな感じですかおっしゃる通りでその人間関係例えばフリーランスのイメージが画が強いみたいな。 <laughs> イメージの方すごい多いんでそんな人たち集まってシェアサロンでなんかすごい殺伐としてるんじゃないみたいなイメージ持ってらっしゃる方すごい多いと思うんですけど実際ごうちでシェアサロンもそうですけどフリーランス美容師が集まるとむしろものすごいこう仲もいいしコミュニケーションも盛んだしえーなんでかなってすごい考えたんですけどうーんそのチームとか。